悪い姿勢が治らん。腹筋が弱ってお尻が出とる。背中が丸まって二の腕や背中がたるんでくる。姿勢が悪くなってしまうと太りやすくなるんです。今回は先ほど言った姿勢を改善できるメニューになってます。そして最後に一種目で解決できるプランクヒップアップを紹介します。エクササイズが継続できない原因はウォームアップが足りません。しっかりウォームアップを重ねて最後までいきましょう。まずは膝を抱えて腰を丸めていきましょう。あと体幹部使うメニューはやっぱり腹筋に力を入れることと腰を柔軟することがないとお腹や体幹が鍛えられる前に腰がね痛くなってしまいます。しっかり腰伸ばしておきましょう。丸くなっている人も反っている人もしっかりね伸ばすことが大事です。オッケー。今度はお腹を伸ばして腰を反ります。少し手をね前めでやると簡単です。できるだけ息を長く吐いてお腹を持ち上げていきましょう。お腹をどんどん持ち上げます。吸うときはお腹を出してもいいです。OK。 今度は手を近づけて後ろを向いて同じように呼吸しましょう。あとしっかり後ろを向くと反対側の腹が締まると思います。これだけでもねくびれができてきますんで頑張っていきましょう。今度は反対向きです。同じようにいきましょう。スタート。息を長く吐きます。できれば肘が曲がらないようにしっかり後ろ向いて肩に顎を乗せるような感じで。息長く吐いてください。今度は楽に座りましょう。足軽く開いて手は頭、このまま背中を丸めたらまっすぐに戻します。あとおへそを上向ける感じで息なくなったら帰ります。座って腹筋運動をね行ってる感じです。あまり脇が締まらないように脇開いて股関節をね起こすようなイメージ。あんまり背中を丸めるだけではなくてねおへそとあとは溝落ちを近づける感じで。 OK。 今度は手を横に開きます。このままあまり手だけでね振るんじゃなくて体をしっかり回してひねりましょう。体全体でひねります。もし腕ばっかりでやっちゃうよっていう人はね手を腰に当ててやってみてください。これで体をひねる。こうするとね腕ばっかりにならなくなるんで。 OK。 仰向けで寝ましょう。つま先を少し開いて右負けトカゲのね歩き方みたいな感じで足を動かします。腰床つけたままです。行きましょう。あとできれば1回ずつ息吐いて腰を床につけたまんまです。これでも結構ね下腹がね使われてるんです。触ってみてください。おへその方硬くなってますよね。OK。 今度は今のつま先開いた状態で
ゆっくり下げたら曲げましょう。こういう感じ。いきましょう。スタート。上に上げたらゆっくり下ろして曲げる。足とつま先開いておくと腰が床につきやすいんで腹筋に力が入りやすいです。足がだるく感じた方がいいです。OK。 今度はあぐらを組みましょう。このまま足をぐっと引き寄せます。いきましょう。スタート。もしあぐら組むの難しいよって人はね、膝よりも少し下でもいいです。できればももの上に足組んで息一回ずつ吐きます。OK。 反対も同じです。いきましょう。あとこれで腹筋が使えて、お尻、もも裏、腰がストレッチできてるんで、反り腰の人はね、この1種目でもいいぐらいです。OK です。はい、今度はうつ伏せです。膝ついたままお尻を高く上げて息がなくなったら戻りましょう。いきましょう。スタート。息吐きながらお尻をどんどん高く上げて、息なくなったら帰る。できればお尻がね突き出ないように背中腰を高くするイメージで。OK。 それではラスト。今の体を持ち上げる感じは一緒。つま先立ちで体を持ち上げて、お腹力入れたまま下げる。息吐く、息吸うです。最後頑張りましょう。スタート。お腹を締めたままでまっすぐにする。息吸って、お腹を締めたままでまっすぐにする。うわあ、いったー。かっ、腹筋が、お、復活。姿勢を正す腹筋メニューのレパートリーでした。2日に1回を目安に続けてみてください。